さあ、じゃあ、コラボックルがお迎えに行きました。お、岩を力、割る力がついた雲仙に贈り物を持ってきたん。初めて見るコラボですね。岩ボン。あ、岩ボンってこんなんだったっけ。コラボンしか知らない場所へのたどり着き方をくるん。アイナーするん。ついてくるん。まあ、いつもの、ねえ、コラボンに話しかけて移動するパターンのやつやと思いますけど。おー、いっぱいやね。しかも、全部は見えないと。ここがコロポンしかたどり着きない、石割りの谷。ここの岩はどれも硬いけど、割れば最高の素材になる。雲仙はここにある岩は好きなだけ割っていい。まあ、好きなだけと言いますけど、毎日回復するらしいですからね。お、ついでに出産イベントですか。ウコッケもね、もうそろそろ数を減らしていかないとね。じゃあ今日は、この名前にする。まだ動物の方は解除されていないはずだから。ようこそ石割の谷へ。お、今日は雪が降ってるのか。雪降ったらあんまりできないのかな？この放牧は。さ、じゃあ、石割りの谷はこっちから、あ、やっぱりこっちから行けるんだね。いや、3日に壊していく方がいいと。時間を忘れるぐらい採掘を楽しむことができる特別な場所ですと。いや、この石割りの谷が解放されたら、どんどんいろいろできるかな。マッシュルームっていい金額かな。あとオリハルコも壊してって、オリハルコになってるもんな。もうゲーム用語っていうのがたまにカスカスになる時あるんですね。もうこれでほぼほぼ壊せたかな。危ない危ない、もうちょっとで倒れるよ。でこれでオッケー。で綺麗になりましたね。さあ、ついでに、ああ別に採掘レベルはこんぐらいか。まあそこまで、ちょっと壊したら倒れそうだな。お、イベントですね。あら、いらっしゃい、スタイリングの殿堂へようこそ。スタイリングの殿堂？そう、昨日ふと思いついた言葉なんだけど、実際に使ってみるといまいちね。ほうほう。でもほんと、みんなもっとおしゃれにしてほしいわ。お、みんながおしゃれにすれば、花なんか飾らなくても、街がパッと華やかになるんじゃない？あ、そうそう、男もみんなおしゃれすればいいって思うんだけど、あなたはどう思う？男がメイクしたりスカート履いたり派手なドレス着たり華やかになるわよ。まあ誰がどんな格好しようが自由だと思うよ。あら、分かってくれるのね。さすがだね、あなた。私思うのよ、男も女もみんな花になればいいって。ほう、それで損する人なんて誰もいないわ。それにして、それにおしゃれする人が倍になれば、私の仕事も倍になるじゃない。なるほど。あなたも思いっきり自分を演出してみるといいわ。あれ、これだけのイベントですか、もしかして。はあ、こういうなんか短いイベントもあるわけなんですね。それは意外ですね。そうだ、ついでに次の自宅の増築に必要な材料どのくらい必要なのか見ていきましょうか。自宅の増設、すごい幻の木材が60、しかも金額が半端ない。
お金貯めないといけないね、これは。本当に。いやー、突然なんだ。え、料理スキルの特性、トッピングができるようになりました。トッピングすれば今までの品質の高い料理ができるようになります。いやー、今日時間あったんでかなり料理作ってたんですけど、レベルが上がったということかな？お、レベル7、達人料理人ってなりましたね。なるほど。料理を。まあ、クラフトできるものは基本ないよね。あとはもう銃にならないとって言った感じですね。ついでにできる料理は、キノコマリエ来たね。来たのはいいんだけどな、レベルが全然足りないという。玉ねぎもね、あ、こうやって表示されるようになってるんだ。トッピングとか。上の方に行く。煮物。抽象的な。ジャムサンド。あ、ジャムサンドね。ジャムメーカーもちゃんと使っていかないと。シーラー、なんだ、マグロのフライって、ないの。マグロのフライは次のレベルっぽいですね。ツナサンド？ん？ナッツマフィンか。ツナに見えた。お、ココア、イチゴミルク。ま、いいでしょう。あとの実感は、ねえ、コロボックルの森に行って、フルーツサラダとか、いろいろ料理作ったね、今日は。ヨーグルト入れたら、いっぱいになるな。と、その前に、出荷箱に入れて、一番数の多い加工品を冷蔵庫に入れていきましょうか。そう思ったけど、こんだけか。で、あとは、コロボクロのおじいちゃんに会いに行って、じゃあ、コロショップで、コロショップで、どこだ？おう。ここは増えてないもんね。まあ、買ったところでも、意味がないんでね。じゃあ、20個ぐらい交換しても、もっと交換するか。10個交換したところで、100ポイントだからね。で、全部石炭に交換しましょう。ね、今稼働しているやつを全部燃料加えていきましょうか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。